言いたいことがあるんだよ。やっぱり何でもなかったよ。はい、どうも皆さん、こんにちは。なぎさこうたです。はい。お久しぶりです。本日は、購入品紹介をしていきたいと思います。イエーイ！実は、この前、4月の23日に、GU さんとポケモンのコラボの商品が出まして、なんとそちら、めちゃくちゃ人気だったんですけど、29日に再販もあって、なんとか、無事なんとかね、何点か、ゲットできました。なので本日はそちらを紹介していきたいと思います。それではまず着替えていきましょう。はい、こちらですね。1点目、まずこちらの T シャツです。かわいい、めちゃくちゃ。こちらは XL サイズを購入しました。なんか自分今身長が 174.5 とかなんですけど、まあ普通にいい感じのサイズで、この肘が隠れるぐらいのサイズ感でね、着れて、このなんて言うんですか、このここ裾？袖？長さ？丈感がちょうど良くて、なんか夏とかにマジでこれ一枚でイエイみたいな感じで生きていけると思うので、めちゃくちゃ可愛いです。しかも後ろもなんかこういう感じで、後ろになんかいるんだよね。わかりますか？見える？後ろなんかおるよね。原画が半分こになってて、めちゃ可愛い。これなんか紫のさ、 T シャツとかあんまり持ってないから、うん、かわいい。ゲンガーゲットだぜ。それじゃあね、2枚目いきたいと思います。はい、2枚目こちらですね。もう胸元に思いっきり、ポケモンって書かれてて、なんか普通に裏とかは全然デザインなくて、これも XL 購入したんですけど、めちゃくちゃシンプルで、でもここの首元に、折るんですよ。首元にちょっと見えづらいと思うんですけど、なんかね、いるんだよね。ファイヤー、サンダー、フリーザーが。そう、この首元に、ファイヤー、サンダー、フリーザーがめちゃくちゃ見えにくいんですけど、いるんですよ。でもここのね、柄も、あ、すごい！この柄もよく見たらさ、ファイヤー、サンダー、フリーザーと、あと、ミュウツーだ。伝説のポケモンがこちらに、あしらわれております。胸元に。これも、なんか、パッと見、普通の、ちょっとロゴ入ってる T シャツだなって感じなんですけど、ポケモン知ってる人とかからしたら、あれ？ポケモン T だって思って、よく見たら、怖いって。なるので、めちゃくちゃ可愛い。そう。なんか自分ダンスとか踊るので、ダンスのレッスンの日とかにも来たいなって思います。そしたら、3点目、次が最後です。レッツゴー。3点目がこちら、ゲンガーのパジャマです。イエーイ。しかもこれはゲンガーだけじゃなくて、ゴーストとかね、進化前のポケモンもいて、これめっちゃ可愛いんですけど、実は1個ミスしたことがあって、これ、購入した時めちゃくちゃ朝だったんですけど、なんか、GU のパジャマって普通に大きいんですよ。メンズサイズ。メンズで作られてるんで。だから、まあ、M か L でよかったのに、なんか間違えて、XL で頼んじゃったんで、もうめちゃくちゃブカブカで、画面だとあんまりそう見えないんですけど、腰とかも、なんか、普通にずり落ちてくる感じで、ちょっと、サイズ間違えたんですけど、まあ、ちょっと、夏はね、暑いんで、ブカブカぐらいがちょうどいいかなっていう感じで、セーフ！新品の匂いがする。はい、そんな感じで、まあ今回ね購入したんですけど、本当はめちゃくちゃもっと欲しいものがあって、なんかパンツも欲しかったし、もうパンツマジで秒で売り切れたんですよ。でカビゴンのなんかパジャマもめちゃくちゃ欲しかったんですけど、売り切れました。普通に秒で売り切れました。手に入らなくて、まあ、靴下とかもサイズがなくて売り切れで、でなんか結構メンズ商品もなんか今回すごい接戦だったらしいんですけど、接戦？戦？戦い争いだったらしいんですけど、ガールズ商品、レディース商品、レディのパジャマとかもめちゃくちゃ可愛くて、なんかイーブイのものとかあったんですけど、そちらもすごいめちゃくちゃ人気らしくて、自分ちょっとレディースの方は見てなかったんですけど、マジで結構戦が繰り広げられてたらしいので、もしかしたらちょっとまだわかんないんですけど、自分も GU のものではないので、もうこれからね、また再販とかがある可能性もなきにしもあらず、もうわかんないんですよ、本当に。自分は自由のものではないので、わかんないんですけど、もしかしたらあるかもしれないので、その時、めちゃくちゃ皆さん、頑張ってゲットしました。これマジで可愛いです、これ。本当に。なんか、うわ、GU やってんな。神。マジで本当で、手に入れた方がいいと思います。ってな感じで、本日はね、この GU で購入したポケモンのコラボ商品を紹介させていただきました。これからもね、なんかいろいろ、なんか商品紹介とかできたらなと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。チョコレートボムの渚浩太でした。バイバーイ。チョコレートボム YouTube チャンネルではミュージックビデオ、ライブ映像、まるまるやってみた男、せーの、チャンネル登録よろしくね。